皆さん、こんばんは。また、30分ほど走りまして、道の駅やってきました。なぜやってきたかというと、まだ私が YouTuber というものを始める前ですね。行かせてくれるかな。本当このゴールデンウィークの夜すごかったんですけどね。本当いいも悪いも全部なんかうわすごいステップ。夜はさすがにキャンピングカーが多いですね。でもその中に絶対ねなんか私がうわやったかっこいいっていうのも車が去年はゴールデンウィーク期間中見られたんですね。暗いからちょっとわかりづらいかもしれないんですが、カサンカいるかな？ちょっとだけ見えましたかね？映ってんのかな？やはりハイエースが昼間もいらっしゃったんですが、目立ちますね。1台だけですが、こちらは S2000 がいらっしゃいます。レッドでかっこいいですね。向こうのキャンピングカーには、ゴールデンリトリバーが今ちらっと見えましたが、ちょっと遠くだったので見えなかったかもしれないですね。ちょっとハイビームでごめんなさい。あ、いいね。では、メインステージ行ってみましょう。もうちょっと遅い時間じゃないとダメかなぁ。先にこっちちょっと。うわぁ、すごい。キャンピングカー。でっかい。映ってないなぁ。もう皆さん、やはり、中が見えないように工夫されて、お休みのようですね。静かに走りましょう。ああ、これ、今ちょっと右手に映ったの。キャンピングカーすっごいな。あ、こちらにも。優秀な犬が。犬って言ったらわかるかな。ああ、こっちも多いですね。こちらでは、時間に休まれている方がいらっしゃいます。ここトイレとか結構設備がいいんで、あ、カプチーノだ。あ、まあ設備がいいので、結構ここで自白される方がいらっしゃいますね。あ、さっきと同じ。U ターンしましょう。あ、皆さん、遠いとこから来られてますね。もっとエリアにいいとこあるんですけどね。まあ、何かも。一番、秋田九州。京都からも来てらっしゃいますね。堺、遠くから。ああ、名古屋、山口。これ、神戸から、ご苦労様です。大阪から、山口から、札幌から、遠いよね。あ、去年もそうだったんですよ。こっち側が本当に、眩しく、夜も眩しくなくって、皆さんが、主に本当に夜寝る方が多いんで。あ、ここの鳥取から来られてますね。あ、これ福山。あ、これ愛媛ナンバー。あ、鈴鹿。途中で切れちゃったんで、繋ぎまーす。
さすがにゆっくり走りすぎて、後ろから、ね、詰められたんで。急遽繋ぐことしました。今切れた瞬間の後ですね、スイフトスポーツとか、まあ、スポーツカスタムカーは3台でしたね。まあ、何が見たかったかって、まあ、メインは、まあ、車なんですけど、やはり車輪のついてる、ついてて、エンジンが乗っかってるものを見ると、まあ、言葉はちょっと悪いかもしれないですが、興奮しちゃいますね、夜でも。なんか、いや、去年は、どちらかというと、ちょっと危ない人たちが、多いような感じがしたんですね。まあ明日が子どもの日というのもあるのかもしれませんが、明日の日のために皆さんは今日は休まれているのですかね。以上、ミニチュアでした。さあ、今の時刻は夜の22時、まあちょっと早かったのかな。はい、では、また帰りたいと思います。皆さんおやすみなさい。